バッターボックスは代打の真由美登場しました。これと地味だったんですけど最近ね、はい、ビシバシ登ってきたんですね。まあ、各体験の場合はけども村田兆治なんていうのはね、はいはい、この人なんかは受けづらい直球でしたね。148